はい、サムちゃん、トリピです。ということで、今回ですね、こちらを開封していきたいと思います。超激レアボックスの EV ヒーローズです。しかも、なんと今回は3ボックスを、全部開けていきたいと思います。これですね、右上にも書いてるんですけど、トレカとかゲームを取り扱ってるフリマアプリのスミダンで購入してきました。そうです。案件でございます。感謝ありがとうございます。俺はぶっちゃけ詐欺とかが怖いんで、普段はフリマアプリとかはほとんど使わないんですけど、ここはね、偽造カードとかはもちろん、偽造シュリンクとかそういうのもね、積極的に鑑定してるらしいっす。まあ最近はね、そういうトラブルとかも何かと話題になってるんで、皆さんも気をつけましょう。まあスニダンね、シングルカードとかも売ってるんで、そういうのを買い漁る企画とかでも良かったんだけど、俺はまだこのパックから出てくるブラッキー VMAX のスペシャルアートレアを1枚も持ってないわけなんですよ。それを狙ってやっていきたいと思います。マクワは嫌だ、マクワ以外でお願いします。ということで、早速ボックス開封やっていきましょう。さあ、ということで開封の準備できたんで、順番に見ていきたいと思います。やっぱりね、この EV ヒーローズはポケモンカードの歴史に名を残すぐらい激アツパックになってるわけなんですよ。俺が一番欲しくて狙ってるブラッキー VMAX のスペシャルアート版が、まあ一番の大当たりっていうのはもちろんなんだけど、パッケージにも映ってる8匹のポケモンのスペシャルアートレアが全部入っていて、それが全部当たりなんですよ。そんなことなかなかないからね。それでいて、さらに、この VMAX 系のスペシャルアート版、グレーシアとリーヒアとブラッキーとニーヒアだね。ここが本当にもう激安であると。何が当たっても嬉しいんだ。大丈夫。マクワ以外。マクワ以外何が当たっても嬉しいかなとはびっくりした。ただ、普通のポケモンの SR? これが出てくると、まあまあまあ、ちょっとだけ、普通に嬉しいんだけどね。嬉しいんだけれども、他のと比べると、みたいな。あとはウルトラレアも、なかなか普通のパックとは違って、このパックだともうスペシャルアート版が強すぎるんで、ちょっとだけ残念な気持ちになってしまうというそんな感じで、ございますが、せっかくなんでね、もう勢いよくどんどん開封していきたいと思います。いきなり来るかもしれないからね。初めてご対面するかもしれない、俺はブラッキー VMAX のスペシャルアート版に。それぐらいにはちょっと緊張感があります。これだけやめてくれ。これだけは。マジで。年始にもさ、福袋から結構 EV ヒーローズ出てきたから開封したけど、マジでね、マクワとか出てくるんだよ。怖いよ、俺は。まだ、EV ヒーローズ結構開封しましたが、VMAX、あっ!あっ!あっ!やばい。ブラッキー EV ヒーロースペシャルアート版です。で、普通に当たりなんだけど、これが VMAX だったら完璧だったけど、それでも嬉しい。超大当たりが、出てくれました。やったやったぜ。さあ、ということで、スペシャルアート版が、出たんで、残りは一応2枚箱の可能性があるんで見ますが、もうサクサクと見るために、ここら辺は多分倍速になってると思います。ということで、残りがこれだけになります。まあ一応ね、1枚 SR 枠が、出たんで、もうなかなか出ないとは思うけど、一応ね、ポケモンってスペシャルアート版が出た時って2枚箱の可能性がすごい高いんですよ。なので、それにかけたいところだから、リーフィア VMAX、 これ笑いだ EX と組み合わせたデッキちょっと作ろうかなって思ってるから、これは今出てくれるのはありがたいぞ。さあ、マグカルゴ、あとは確か幻影変化の、ゾロワーク、あった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 、これがね入ってるボックスなんで、これもね何かと今ね、あれ EX にも変化できるからかなり強いって言われてるやつなんだよね。はい、でエーフィーにファッションモールからゾロワさんもいて、あ、ニンフィア VMAX 出てくれました。ニンフィア VMAX に SR、 もう1枚こうな、おー、びっくりした。グレーシア V に、まあまあまあ、そううまくいきません。いや、でも大丈夫。めちゃくちゃいい。ブラッキーウェイの SA だもの。最高の滑り出しを、見せてくれました。一箱目は、ブラッキー V のスペシャルアート版が出てくれたということで、2ボックス目行きましょう。さっき話の途中だったんで、その話も2ボックス目開けながらやっていきたいと思います。さあ、それじゃあ2ボックス目をこのままの勢いで開封やっていきたいと思います。さっきのブラッキー V の SA が、出る時に喋っていた話の続きなんですけれども、俺はね、このパックからね、グレーシアとかリーフィアとかブラッキーニーフィアとかの VMAX 系のスペシャルアート版って出したことがないんですよ、実は。
結構高額オリパとかを開封して、まあ、そこら辺のね、ニーフィアとかリーフィアとかグレーシアとか揃えたみたいな感じなんで、実はこの EV ヒーローズ結構なボックス数開封動画出してると思いますが、まだ一回も VMAX のスペシャルアート版自力したことがありません。ここでね、3ボックス抜けるなら、しかも今ね、1ボックス目から、なんかブラッキーの SA とかいう、超運のいい当たりをしている、今の俺ならば、引けるんじゃないかと、そう思ってるわけです。マジでブラッキー来て、神止めしたい。ブラッキーお願い。ブラッキーの、ちゃんと VMAX の方、あと1枚だけです。これ多分ブラッキー VMAX の SA が、手に入ったら、ポケモンの、ケンタベシリーズのスペシャルアート版全種類コンプリートファイルが完成します。実はさ、俺 EV ヒーローズを多分購入してる時ってまだ自転車とかでね、びっくりした、ブラッキー VMAX、 まだ自転車とかで深夜にコンビニ巡りとかしてたんですよ。ただこの EV ヒーローズらへんかな、めちゃくちゃ購入できなくなって、コンビニの行く店舗をめっちゃ広げた時期なんすよ、多分。この時ぐらいから本当にポケモンカードを購入できなくなっちゃったんで。で、この診断の次ぐらいに、すぐ、車を購入しました。はい。EV ヒーローズが買えなかったから、僕車を購入したんすよ。そんなことはどうでもよくて、今光ってなかったか、気のせいか、気のせいか、うわぁ、やばくない、やばくない、 SA2 枚なんだけど、強っ、やっぱすごいわ。EV ヒーローズ神ボックスだわ、本当に。そうなんすよ。これね、当たり枠が多すぎるんすよ。12種類入ってるんで、本当に強いぞ、これ。まあ、昔だったら、これが、まあ、トントンぐらいの、サンダースとかだったはずなんだけど、今はね、もう V ズらへんが、どれもか、スペシャルアート版です。人生で初めて手に取りました。俺の目の前でこれを当てているビクゾーとかいろんな実況者を見てめちゃくちゃ悔しい思いをしたけど、ついに俺の手元に起きてくれました。つか待って、 SA2 枚箱なんだけど、最強すぎる、マジで最強だ。もう3ボックス目開けなくていいじゃん、これ。3ボックス目開けなくていい、やばい、ちょっと待って、スリーブレア本当に今脳が停止した、やばい、マジで嬉しい、ブラッキー VMAX が俺の手の中にあります。ありがとうございます、本当に嬉しいです。もうさすがにここからは何も出んでしょう。 SR2 枚なんで、ここら辺は倍速でいきたいと思います。はい、それじゃあ残り、見ていきたいと思います。はい、グレーシアさん、まあ、ダブルレアとかは、出しておこうかな。これはニーフや、はい、ブラッキー V ということで、まあまあこういう感じでございますね。やばいやばいやばい、 SA しか当たってないの、やばすぎる、やばい、にやけが止まんない。はい、ということで、もうマジでここで終わってもいいような気がしますけど、もう1ボックスだけ開封の準備してしまっているんで、そちらも上げていきたいと思います。はい、それじゃあ3ボックス目開封やっていきましょう。さっきさ、不安になりすぎてポケモンの SA が2枚箱なんか、あるのか分かんなかったから、ツイッターでね、 EV ヒーローズ SA 2枚箱みたいな感じで調べてみたんですけど、めちゃくちゃ報告されました。どうやらですね、この EV ヒーローズは SA の2枚箱、結構あるらしいです。しかも、大体どれもね、そのポケモンの SA 2枚箱の時は、1枚の方が VMAX のスペシャルアート版だったから、まあそういうことなんだと。俺が今まで VMAX の SA を自引きしたことなかったから、そういうことがあるなんて知らなかったんだけど、どうやらこの EV ヒーローズはそういうのがあるらしい。やっぱね、ポケモンカードはオリパじゃないんですよ。パック開封ですよ。パック開封が一番楽しい。公式さんが用意して、びっくりした。用意してくれたパックを皆さんも開封しましょう。それがいい。で、こっからさらによ。もう一枚出したよ。もう一枚。なんか出るような気がしない？たまにあるじゃん。上振れ、やばすぎて自分がドン引きしてるとき。俺ね、もう、最近、おい、いいね。最近ね、自分の開封運が良すぎるときは、なんかね、嬉しい通り越して、怖くなるんだよね。不安になるときがあって。
あれだね、セレナ SR を当てた時、多分開封動画1本目で2ボックス開封したんだけど、両方からセレナの SR が出た開封動画があるんですよ。あれ恐怖映像なんですけど、あの時が俺の中で一番引いてたけど、ここでもしよ、さらに、ブラッキー VMAX の SA とか、まあ、なんだ、ニーフィアとかね、そういう、まあ、SA が来たらだわ。もう SA が来たら、自分が怖くなります。はい。はっこい!あ、裏実勢。いや、こういう時にね、マカが来たりするからね、本当に怖いわ。ああ、怖いね。ブースター、あ、ポケモン V とかは、もうほとんど、出ておりますよ。さあ、お!あ!なんか光ってる!光ってる!しずくも満タン、今の光り方なんだ?はっ!待って!やばい!マジで!これサポートじゃない?この時点でそんなにめっちゃ当たりがなくなってしまった。マクワだったら嫌だ。いや、いいんだけど、今ならマクワでもいい。来い!おおマクワじゃなんかいそこ。まあ、SR ね、2枚箱の可能性も、今の俺だったらあるんで、最後まで期待して開封やっていきたいと思います。正直ちょっとだけ、このサポートの SR が見えた時、マクワを期待してた自分がいたわ。なんか今はね、余裕があったから、マクワ見たかった。めちゃくちゃ綺麗に動画終わるし。ただ、そういうところでは、思ってはいなかったらしいです。はい、グレーシアさんに、はい、まあ、SR は、さすがにね、2枚箱じゃありませんでした。今回はお前出てこなかったな。よかった、偉いぞ。はい、ということで、今回は、EV ヒーローズ3ボックスを開封した結果が、こんな感じになりました。まさかのね、ブラッキー EV の SA、これが当たるだけでも、普通にめちゃくちゃ嬉しかったんですけれども、2箱目がやばかった。ブラッキー VMAX とサンダース V の SA2 枚箱、バグり散らかしてます、本当に。本当にありがとうございます。初めて VMAX 系の SA、EV ヒーローズから引くことができました。まあ、3箱目はね、アロマのお姉さんだったわけなんですけれども、まあ、マクワが出なかっただけね、めちゃくちゃ偉い内容だったです。はい。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思うんですけれども、今回ね、俺が使用したスニダンのアプリから、この動画を見てくれた人に、プレゼントがあるらしいです。それが、診断のスカーレットとバイオレットのボックスです。応募方法は、スニダンの公式ツイッターかららしいんで、ぜひ、チェックしてみてください。さらにですね、今だったら、このスニダンで利用できるクーポンもどうやらあるらしいので、概要欄に書いておきます。ぜひダウンロードしてみんなも使ってみてくださいということで、今回はこれぐらいの動画終わりでございます。ここまで動画見てくださってありがとうございます。また明日のトリッピーの動画も見てください。お疲れ様でした。マジで嬉しい。マジで嬉しいよ。でかくね、ブラッキー。